ドリフターなら誰もがぶち当たる壁、足回りセッティング。ここをきっちり決めれば走りは変わる。パーツ選びのポイントから車高アライメントなどのセッティングまで、迷えるドリフターに今回虎の巻を伝授するのは足回りプロフェッサー駒形。それでは行ってみましょう。走り激変足回りセッティング術。はい、こんにちは。今日はですね、今 D1 マシンが後ろにありますが、D1 マシンの話ではなく、350馬力ぐらいから400馬力ぐらいの車、まあ、いわゆるストリートリーガル、そういった、車の、足回りについて、ちょっと話してみたいなと思います。そもそも足回りセッティングってそんなに重要って、そこの君、ドリフト上達の意味でもセッティングすることはとっても大事なんです。運転が上手くなりたいんであれば、自分が乗りやすいというセットにしないと車の運転ってのは上手くならないんです。みんな腕の差ってほとんどないと思います。ただ動かし方がわからないのと、車が動かしたくてもそう動かないっていうのが、できそうでできないっていう場所にいるんであれば、多分車のセッティングで大きく変わると思います。ドリ車に多いアーム類の交換、そもそも純正品から社外品に交換する意味知ってますか？ここではその必要性をレクチャー。純正の、まあ、高さっていうのはアライメント変化がそうそうこうないように設計されたジオメトリーで作ってるんですよ。そこからやっぱり車高を下げていくことによって、アーム関係の取り付け位置全ておかしな角度になっていくんですね。結局車高を下げるとその調整幅を超えてしまって、純正では対応できないということになるんですね。車高を下げるってことになると全てが動いてしまうんで、だから全てのアーム類は変えないといけないですよね。決して1個変えたからじゃあ大丈夫ですよ、きちっと走りますよということではないんですよね。アーム類を選ぶポイントとは一体何なのか。アームなんて丈夫ならいいんじゃねなんて、そこのあなた、そういうわけでもないんです。その調整するときに、特殊工具じゃなきゃ入らないようなもの、そういったものについては工賃もいっぱい取られますんで、選ばない方がいいとは思いますよね。あとは海外製のピロボールだとすぐガタが出ます。そのピロボールのガタが少しずつ大きくなってってポキッて折れてしまうんですね。それは振動で折れるんで、だからなるべくだったら純日本製のピロボールをおすすめします。ドリフターなら誰もが耳にするトラクション、皆さんはギアのことばかり気にしていませんか？実はフロントが重要なんです。みんながそのトラクションっていうと、基本的にまあ、ドリフトなんかの場合、横向いてる時に前に車を進めたい、まあ、それをトラクションっていう風に言ってる人がよくいるんですけど、後ろタイヤは縦にしか回っていかないんで、その縦に回していくタイヤに対してフロントが、ブレーキをかけたりロスをさせたりすることがなければ車って前に出るんです。セッティング初心者に送る入門編。ドリフト上達の基本は乗りやすいマシン作りから。そのマシンセッティングの第一歩を指南。ドリフトをするんであれば一番簡単なのは、フロントリアのサイズ、それを同サイズにして、でリアの扁平率はちょっと上げておくんですね。そうすることによってタイヤが、エアを抜いた時には厚みがあるんでよれる、エアを張った時っていうのは、よれない、寄れないから、トレッド面で走れる。結局エアがじゃあ高いとどうなるかっつったら、止まりづらくなる、でも滑らせなきゃいけないっていうところに結構みんな矛盾があるんで、滑らせたければアライメントで滑らせる、止めたければエアで止める。一番滑るアライメントは簡単に言ったらリアの塔を開くことですよね。なおかつバネレートをリアを柔らかく仕上げる、でなおかつハイグリップタイヤを履いてれば、ハンドルを切った時にリアがロールするんですね。だからロールオーバーから出てきて、なおかつ塔が開いてるんで外の方向に車は動こうとするんで、そこでタイヤの表面グリップがフロントよりもリアの方が低ければ、つるっ
と車は出ます。走りが大きく変わる車高セッティング、意外にも世で言われているセッティング論は誤解も多い。その真実をお教えしよう。フロントを上げていくと初めからリア荷重になってるっていう風にこういう人はいっぱいいますけど、それではコーナーに入っていくときにブレーキ踏んでノーズダイブが始まったときにノーズダイブの距離っていうのが決まってしまうんですね。例えばそれが低速の1速2速のところでドリフトをする人に対しては頭が上がってるとそれを落としてハンドルを切っていくっていうのがすごく難しいことになるんで、ちょっとしたミニサーキットだと2速3速っていうところがもう当たり前で、だいたいそういうミニサーキットを走るための350馬力400馬力だと思うんです。それであれば平らな位置からスタートしていくっていうことが一番ベストだと思います。今やドリシャに必需品、切れ角アップナックル。すごい角度でのドリフトを可能にするスーパーアイテムだが、デメリットもあるんです。切れれば切れるほど確かにいいですよ。いいです、いいです。ただこれはもう構造上こういう車っていうのは関節があるんですね。その関節がこうぐーっと切っていくとこうなっちゃうんですよね。これがまあいわゆる逆関節、その逆関節がフルカウンター時に起きるとフロントタイヤがロックしてしまう、ロックしてしまうんで、これは一番いくら切れてもこれは危険です。だからロアームのところにストッパーをつけたりするんですけど、まあ、そのストッパーの当たる場所、タイヤが設置しているところだったらきっちり当たるのが、それがバンプした時にカウンター当てなきゃいけない時にストッパーの的が外れてしまって奥まで行ってラックが壊れたりするケースもあるんで、ストッパーに対して的を大きく取っておかなきゃいけないっていうのと、単純に切れれば切れるだけいいというわけではないという、その保護部品がありますよということですね。ハンドリングにダイレクトに影響するフロントタイヤのアライメント、そのキャンバーは等はその基準を馬形が教える。基本的にキャンバーつけるやつつけるだけいいかっつったら そんなことはないんですよ。225、235ぐらいだとだいたい3度ぐらい、つける人でも3度半ぐらいですね。本当にタイヤの性能とか車の性能を出したければ4度も5度もつけてもあんまり意味がないですね。等は基本的にキャンバー角についてくるんですけど、キャンバーがだいたい3度ぐらいに対して等はアウトに1ミリぐらい振っておくのがベストだと思います。それについてはやっぱりブレーキの効きも全然違うし、ステアリングを切った時にその内側のタイヤがギュッとこう内側に入ろうとする、曲がっていこうとする方向にタイヤが走っていくんで、すごくフィーリング的には曲がりやすくなる。だからゼロよりもちょっと開く、だから例えば4度になったら2ミリ開くとか、だいたいそのぐらいは、僕らがセッティングするときにはそういう風にしてますね。足回りのメインパーツ、車高調、アーム類に比べ高額なだけに買い間違いは避けたいところ。いい車高調のポイントとは。せっかく車高調なのに錆びて固着して動かなくなってしまう、そういうものを選ばない方がいいですね。できれば、ダンパーっていうのはみんな好みもあるし走る場所も違うんで、減衰力の調整ができた方がいいです。どのくらいかっつったら、僕らもこういう車をねセッティングしてても30段使うかっつったら使わないです。15、6段あればだいたいセットは出ますよね。車高は低くてなんぼ、かっこよさ重視なら車高端は譲れない。車高端マシンでのドリフトで注意すべきポイントとは。僕も車高を落とすのっていうのはものすごい大好きなんですけど、非常にリスクが高い。やっぱりダンパーが死んでしまうのが一番怖いんで、急に出てきた段差でショックがフルバンプすることがあるんですね。ダーンっていう、ガス室がもう目いっぱい潰れてって逃げるところがなくて、オイル室の方にガスが逃げていこうとするときにその圧でバーンと爆発してしまう。要するにオイル漏れを起こす。ベタベタで行きたい人はもうメンバー加工が一番いいんじゃないですか。取り付け位置が4つあるんですね。そこにゴムのマウンドが刺さってるわけですよ。それを切り落としてその分で20ミリ稼げるんですよ。アームロックも防げるし車高も落とせるっていう、そういう使い方ですね。
これ結構いい、結構いいですよ。奥が深い足回りセッティング、車高アライメントとくれば、続いてはバネレート。バネレートの基準はどのくらいなの？そうですね、シルビアの場合だと8キロ6キロぐらい、白タイヤの銘柄、サイズ、エンジンパワーで、バネレートは変わります。さっき言ったトラクションということで考えたら7キロまでリア上げてもいいと思うんですね。8キロ7キロとかボディの動きが全然変わるんですね、硬いと。だから逃げていくところには絶対力が逃げるんで、ボディがちょっとよれたり、アームがぐにゃってよれたりすると、そこからバネに来るんで、そのバネに来た時の要するにバネなわけじゃないですか。もうフィーリングでしかないですけど、硬ければ硬いほどトラクション変わります、リアはね。パワーが上がれば上げていく方向になると思います。セッティングについてはこれで最後。突然のウェット路面へ対応するためだけにあるもんじゃないんですよ。その使い方をお教えしよう。例えばコーナーに対して車がもうちょっと早く動いてほしいとか、ゆっくり動いてほしいとかっていう時の減衰調整ですよね。ほとんどが基本的には進入はある程度アライメントで調整していって、出口に対してとかブレーキに対してのダンパー調整の方がそのメリットはありますよね。ロールが強いために車が立ち上がっていかないんであれば、リアを少し硬くするとそれが早く立ち上がっていくようになるんで、20段あるんであれば3つぐらいずつ変えていく方がいいんじゃないかなと思います。ほとんどのメーカーさん3つ変えれば違いますね、車高、アライメント、バネレート、減衰力、これらの項目をどのようにセットアップしていけばいいんでしょう。教えてちょうだい。車買ってドリフトしたいと思った時に、自分が一番理想の車高を決めることですね。これは低い方がいいんだっていう人はもうめっちゃ落としてもいいと思うんですけど、それに対しての落とした分だけ補正してやらないとまっすぐ走んないんで、アライメント、基本的にはアライメントさえちゃんとしっかり取れてればまともに走ります。でそこで自分はこんな風に走りたいんだという理想があったら、バネレートを、今の吊るしの車高調をね、フロント上げてみるだとか、リアを上げてみるだとか、硬くしたり柔らかくしたり、自分の好みに合わせるっていうことが一番大事なことですよ。基本的に自分がこうしたい、こういうふうに動かしたいっていう時に、自分の腕で何とかするっていうよりも、必ずその車が自分が思ってるように動くかどうかっていうのは、本当に動くかどうかっていうのは分かんないんですよ。自分が 100% の力を持ってても、車が 80% しか動かない力をしか持ってないってことになると 80% しか動かないんで、基本的に車を自分に合わせる基本的なセッティングを、自分の描いたその走り、それに近づけるためにいろんな風に車触っていってもらえればすごくうまくなると思います。皆さんいかがでした？君のマシンをセッティング次第でまだまだ動かしやすくなる。セッティングはただでできる上にその効果は絶大。今日聞いたことをもとに改めてセッティングに取り組もうぜ。